秋の展示会で仕入れをした新ブランドが一つ今日入荷しました。このブランドは1833年に始まった非常に歴史の長いアメリカのブランドです。はい、ということで今回入荷したブランドはこちらです。アメリカンオプチカルというパイロットサングラスが非常に人気の高いブランドで、まあ、略して AO なんていう言い方をしたりもしますけれども、昔から変わらずずっと同じスタイルを作り続けているというようなブランドですね。一番メインになるのがこのオリジナルパイロットという形になるんですが、早速ちょっとかけてみたいと思います。かけるとこんな感じです。もともとこのサングラスはアメリカ軍のパイロットに提供するということで開発されたそうなんですが、まずこのテンプル部分ですね。このテンプル部分がストレートになってまして、まあ、そのヘルメットをかぶった状態でも、かけたり外したりが非常にしやすいというような作りになっているようです。で、中のレンズに関しては強化ガラスのレンズが入りますので、こちらも非常に傷がつきにくくて丈夫なレンズが入ります。作りが非常に堅牢で、お値段も比較的手の届きやすい価格帯になりますので、カスタムベースにするのも非常にいいかもしれません。例えばこの中のレンズをですね、クリアに入れ替えて、メガネとして使っていただいても非常におしゃれかなと思いますし、サングラスとして使っていただく場合にもですね、もちろんこのレンズでもいいんですが、タレックスやコダックの偏光レンズを入れて使っていただくというのも非常に面白い使い方だと思います。ということで本日はアメリカンオプチカルのオリジナルパイロットをご紹介しました。では